はい、どうも皆さんこんにちは、ねえやんチャンネルです。今日はレンジで簡単旨辛よだれ鶏作っていきたいと思います。ではまず材料の紹介からしていきます。まずメインが鶏胸肉、はい、皮がついてないものですね。 200g が2つ、長ネギ4分の1をみじん切りにしたもの、あと砂糖とお酒ですね、料理酒がメインですね。続いてタレの材料は醤油、酢、続いてタレの材料は醤油、酢、はい、ラー油、砂糖、そしてすりおろしにんにくです。ではまずタレ作りからやっていきたいと思います。まずみじん切りにしたこの長ネギの中に醤油を大さじ1杯、ラー油を大さじ1杯、これ辛いの苦手な方はちょっと量減らしていただいても OK です。お酢を大さじ1杯、砂糖を大さじ1杯入れていきます。最後にニンニクを小さじ1杯、調味料を入れ終えたらよく混ぜておいてください。続いて胸肉の調理に入っていきたいと思います。まず鶏胸肉を耐熱の皿に盛り付けます。はい、ここで登場するのがフォークです。フォークで鶏胸肉をぐさぐさと刺していきましょう。こうすることで味が中に染み込みやすくなります。はい、ある程度刺し終わりました。そしたら続いてお酒をだいたい大さじ1杯、まあだいたいでいいです。酒を大さじ1杯、砂糖を小さじ1杯振りかけます。しっかりと揉み込んでください。はい、揉み込みが終わりました。そしたらラップをして500ワットで3分間加熱していきます。3分間だったらひっくり返して再度3分間加熱していきます。では電子レンジへ5分、はい、では入れていきます。3分間、はい、では待ちましょう。はい、3分間が経過しました。では取り出していきます。まだ全体には火が通りきっていない感じです。ひっくり返していきましょう。では再度500ワットで3分間加熱していきます。待ちましょう。3分間が経過しました。大体火は通ってますけど、まだちょっと赤い部分あるんで追加で1分間加熱しようと思います。加熱を終えたものがこんな感じです。ではこれを薄くスライスしていきます。はい、スライスし終えたものがこちらです。こちらに先ほど作っておいたソースをタレをかけていきます。よいしょ、これで電子レンジで簡単旨辛よだれ鶏の完成です。皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。おいしそうとか真似したいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。